ラビドリードッグは、装甲騎兵ボトムズに登場するアーマードトルーパー。秘密結社の試作型ヘビー級 AT で、主人公、キリコ級 B がテレビ版の最後に登場した機体である。俺の最後の戦いが始まるんだ。粉々に吹き飛ぶか、あるいは神の座につくかの。ラビドリードッグの開発。秘密結社製の AT にもかかわらず、後にギルガメス軍に正式採用された AT。 本作に登場する AT のより詳しい情報に関しては別動画のアーマードトルーパー完全解説マニュアルをご覧ください。秘密結社によって作られた強化人間パーフェクトソルジャー専用の試作型 AT ストライクドッグを元に性能を向上させて量産化を目的に設計された機体。我が組織は最新の PS 用 AT を開発した。 PS の精神感応がダイレクトに AT の機能とマッチする。その攻撃能力は抜群だ。元となっているストライクドッグと比べると機体構成が若干変わっており、宇宙用装備を配している。ただしストライクドッグと同様のバックパックと脚部に換装可能という情報も。さらには光学系と通信機能に大幅な見直しが図られている。センサー系はメインカメラの防弾性を強化した上で赤外線精密レンズを1機減らし、スコープドッグのような3連ターレット式へと変更。機体の前高はストライクドッグよりも若干低くなり、機体の重量そのものも低減された。出力も強化されているため走行速度はストライクドッグを上回る。またポリマーリンゲル液の容量も増加されており、これらの各部見直しによって22時間と戦闘継続時間の短かったストライクドッグに対して162時間もの桁外れの長時間稼働が可能となった。武装は機関銃内蔵の大型アイアンクローにハンディソリッドシューター。コクピット周りはスコープドッグと基本的に共通であるため、兵員の転換訓練も非常に容易であった。秘密結社製の AT がギルガメス軍に正式採用された流れとしては、クエント星消失事件の後の混乱の中、ギルガメス軍の警備艇が偶然に迷い込んだ中域で活動停止していた戦士文明の巨大ステーションを発見。第一段階の捜索で発見された AT に関するデータバンクから本機の資料へと行き着いた。それは ATM-09ST スコープドッグの思想をヘビー級に取り入れるというコンセプトの理想的完成形であったという。急ぎ開発を進めたギルガメス軍は次期主力 AT の候補として ATH-12 の型式番号で大量配備を行った。なおその際、一般兵でも操縦しやすいようにデチューンが行われている。ある意味本機はヘビー級ドッグシリーズの最終形態とも言える機体であったが、その生産数は少数にとどまっている。テレビ版で登場した本機はアストラギウス銀河の神であるワイズマンの人工天体内における自動プラントで、主人公キリコ級 B 専用に製造された機体とのこと。秘密結社製のストライクドッグの改良型で量産試作型のカスタム機という位置づけである。ちなみに本機は秘密結社製という情報が多いが、もともとギルガメス軍が開発していた本機のデータをワイズマンが入手してキリコ用にチューンナップしたという情報も存在している。クエントの環境に対応すべく脚部にサンドトリッパーを装備。また背部には爆雷投下装置が追加されており、キリコの能力と相まって絶大な戦闘能力を誇る機体となった。正面にも降下しつつあります。着陸地点は2キロ先になると思われます。接触は2分後、いかがいたしましょう。どうせ逃げ切れない、正面から突破するぞ。ラビドリードッグの武装。アームパンチ。ほぼ全ての AT が使用する近接用の格闘武器。単なるパンチではなく、火薬の爆発力を利用して食い打ち機のように拳を叩きつけて攻撃する仕組み。アイアンクロー。左腕にはストライクドッグと同様の近接格闘専用のアイアンクローを装備。
アームパンチ機構も備えており、拳を叩きつけることはもちろん、鉄器を掴んで破壊するなどの攻撃が可能。ストライクドッグと同様の機構ではあるものの、さらに大型化されているのが特徴である。11ミリ機関銃、左腕のアイアンクロー内に隠されている機関銃。ハンディソリッドシューター、正式名称は XSAT-06 ハンディソリッドシューターで、口径は 30mm、 装弾数は67発。電磁誘導のカタパルト式に弾を発射するもので、反動はほとんどない。装薬が不要なため、装填弾数が多いのも有利な点となっている。片腕でも取り回しがしやすいように設計されているが、威力は通常のソリッドシューターと変わらない。爆雷投射システム、キリコ機専用の攻撃型バックパックと思われる武装。地雷投射装置を搭載したもので、移動しながら地雷を散布し、追撃を振り切るなどの目的で使用された。ラビドリードッグのスペック、型番 XATH-02DT、 量産型型番 ATH-12、 分類ヘビー級 AT、 所属秘密結社ギルガメス軍、開発秘密結社ギルガメス軍、開発年度アストラギウス歴7214年、生産形態試作機、量産機、全高 4137mm、 膠着時全高 2434mm、 全長 2380mm、 全幅 2758mm、 乾燥重量 7193kg、 基本待機重量 7737kg、 走行圧 6mm から 14mm、最大出力418馬力、最大トルク 180kg/m、 マッスルシリンダー、スレック方式回 2PLLS4、 巡航走行速度時速 62km、 限界走行速度時速 108km、 ポリマーリンゲル液 DTMS11.5、 ポリマーリンゲル液総量200リットル、予備タンク容量120リットル、標準交換時間162時間。主な搭乗者キリコ級 B、 ギルガメス軍兵士。ラビドリードッグの活躍。物語での初登場は第50話乱雲より。ラビドリードッグとは英語で狂犬を意味する。誰にも従わずに支配者を噛み殺すというキリコのキャラクター性に引っ掛けて名付けられたとのこと。なぜ用意された支配者の座を受け取ろうとしなかったんだ。お前は神を殺したんだぞ。機体のカラーリングはストライクドッグと同様のブルー。ワイズマンの後継者となることを宣言したキリコが最後に登場した機体である。本機は後に量産されるものの、ある意味キリコにとっての唯一の専用機となっており、彼が登場することを想定したカスタム、チューニングが施され、凄まじい戦闘力を発揮した。劇中では惑星クエントに降り立ち、ツバークの大部隊を率いて、ギルガメス、バララント連合軍の大部隊を相手に正面突破するという離れ技を見せる。しかしキリコにとっては本機もこれまでの AT と扱いは変わらず、最後は激しい戦いの上消耗し乗り捨てられた。ただし敵に破壊されることが多かったこれまでの AT とは異なり、左腕が破壊されたのみで原型はとどめられたまま機能だけが停止。神の後継者となるキリコをワイズマンの元へと送り届けるという役目を果たした。ちなみに本機の元となったストライクドッグの専属パイロットはキリコのライバル的存在であったイプシロンという因縁を持つ機体でもある。敵役のイプシロンの搭乗機であったストライクドッグを継承したフォルムは、劇中のキリコの変貌をさらに強調する小道具としても十二分に機能したと言えよう。全宇宙の全ての奴らに復讐するんだ。果てしのない戦争と混乱、地獄を与えてやるんだ。この銀河の絶対支配、それが俺の望みだ。生きたまま神となってやる。
主人公専用の高性能機という設定は他のロボットアニメでは定番ではあるものの、主人公が次々と機体を乗り捨てるのが当たり前であった本作品の中で、このラビドリードッグは異色の機体であった。OVA、ビッグバトルでは本機の量産型が多数登場。機体のカラーリングは青から薄紫へと変更されている。しかし、バララント軍の PS、ラダニーバの乗るエクルビスに次々と破壊されてしまった。なお、ラダニーバの乗るエクルビスも、ラビドリードッグと同様にストライクドッグをベースに作られた機体という情報も存在する。ちなみに、そこから32年後となる OVA、確約たる異端以降、本機は登場していない。その理由にはいくつかの諸説があり、性能が疑問視されたという説や、使用されているミッションディスクに欠陥が見つかった、劇中で確認できないだけで特殊部隊等で運用されているなど様々である。以上がアーマードトルーパーラビドリードッグの詳細である。当チャンネルでは様々なアニメに登場する機体解説動画やキャラクター解説動画をはじめ、比較動画など自称楽しい動画が目白押しです。ぜひ興味のある方は動画概要欄にある当チャンネルのリンクから好きな動画を探していただけると嬉しい限りです。最後に、動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。